はい、ジュゴンです。ということで昨日の動画に引き続いて今度は、ポルトガル3クラブのクラブセレクションの選手の比較をやっていこうと思います。はい、ということで、まあ、前回のプレイヤーオブザウィークの動画をご覧になってない方はそちらも合わせて、見ていただけるとありがたいです。ということで人数が多いのでちょっとささっといきます。まずジャルデウですが、まあ、ノーマルは今表示されているような感じです。レベマね、あ、ノーマルのレベマですね。で前回と今回、前回は1回目のクラブセレクションの時ですね。で何が違うかというと、まあ、今回のは前回のに比べてディフェンスセンスが3上がりました。でそれに引き換えてスタミナが3下がりましたね。はい、それだけです。あとの違いはありません。クラブセレクションなのでスキルはそのままですね。ノーマルのやつから引き継ぐって感じです。でどちらが強いかですけども、まあ、ディフェンスセンスを取るかスタミナを取るかのっていう、まあどっちですかっていう感じなんですけど、まあ、センターバックなんでやっぱりスタミナよりはディフェンスセンスが高い今回の方がいいかなと思います。まあ、スタミナもまあ、あった方がいいんですけど、であと今回のはレベマにしてもスタミナは78にしかならないので、ね、まあ、ちなみに前回は81になるのかな、80超えてくるのでそこは違いありますけど、まあ、センターバックのスタミナはそこまで大きく中盤とかに比べると減っていかないので、まあ、大丈夫かなと。最悪まあ一応闘争心持ってるのでそこもカバーしてくれると思います。なのでまあディフェンスセンスとスタミナを取るんであればディフェンスセンス高い今回の方が強いかなと思います。まあただレベルの上限が前回の方が1高いのでそこはありますけど、まあ、そんなに差はないかなと思います。ちなみに総合値はディフェンスセンスとスタミナだけの違いなんですが1違うんですね。今回の方が高いです。はい、ということで次行きましょう。グリマルドです。1回目はベンフィカクラブセレクションで2回目は先週ですね。で3回目が今週来ましたクラブセレクションですね。でまあノーマルのレベマではこんな感じでスピード瞬発が90を超えてきます。でまあ1回目2回目は何が違うんですかというと、まあ1回目のグリマルドから2回目になるなった時に上がった項目はドリブル、グランダーパス、それから、オフェンスセンスも上がってますね。でそれからそんなものか、上がってるのはそれですね。オフェンスセンス、グランダーパスでドリブルですね。どちらかというと攻撃的な項目が上がってますね。で逆に下がったものは、プレースキックでディフェンスセンスであと瞬発ですね。まあ、どちらかというとまあ守備に必要な能力といったとこでしょうか。はい、ということでこの違いだけですかね、とりあえず。であとスキルが、先週のはプレイヤーオブザウィークのものなのでスキルの追加はあります。ダブルタッチとワンタッチパスが増えています。はい、まあこの1回目と先週のを比べてどっちが強いですかっていうことになると、まあ1回目の方がどちらかといえば使いやすいかなと思います。
まあ、グリマルドってやっぱサイドバックの選手なので、やっぱディフェンスセンスはある程度求めたいんですよね。ただレベマにしても、ディフェンスセンスは75にしかならないんですけど、1回目はで、先週は、72ですね、レベマにしても。なのでまあ72と75の差ですけど、まあ、3の差ですけど、まあ、それでもまあ高い方がまだ強いはずということで、やっぱ2回目の方が強いと思われます。まあ2回目が優れているのがオフェンスのところなので、もしサイドハーフで使いたいとかだったら、そうですね、先週の2回目の方が強いと思いますけど、まあ、それよりもやっぱディフェンスセンスとか瞬発の方が大事かなと思うんですよね。プレースキックに関しては最悪他の選手が蹴ればいい話なので、どっちでもいいって言えばどっちでもいいですね。まあ、ただ一応1回目の方が強そうですけど、この先週の分はワンタッチパスがついてるので、まあそこはプラスの要素ではありますが、誤差ですけど、まあスピードサイドバック上なので瞬発が速い方が、ね、いいと思うので、1回目の方がいいと思います。で、先週と今週の比較ですけど、変わったのはオフェンスセンスが今週は下がりました、3ですね。フライパスが逆に3上がりました。それだけの違いで、まあ、スキルは元の通りに戻ったので、ダブルタッチワンタッチパスは消えましたけど、それだけの違いで、まあ、先週と今週で言うならば、まあどっちが強いですかって、まあ、そんな差はないですよね。まあ、でも自分が使うという意味で考えると、フライパスが高い方がいいかなと思います。まあ、グリマルドにオフェンスセンスを求めてもと思うのでね、仕方がないので、まあ、どちらかというとパス、まあ、フライパスの方ですけど、そっちが高い方がやっぱりいいかなと思うので、今回の方が強いなと思いますが、まあ、そんなに差はないので、どちら当たった方をまあ育てて、まあ、あとはお好みですね。もし先週今週両方当たったかのっていう方に関しては、もう本当お好みでいいと思います。そんなに差はないと思いますが、まあ先週はワンタッチパスがついてるので、そこはプラスなので、もしかしたら先週の方がいいのかな、これは。うん、あ、先週の方がいいかもしれないですね。自分今週の方がいいと言いましたけどさ、ワンタッチパス考えると先週の方が強いかもしれない。で、1回目3回目の違いはですね、ちょっと離れているので項目がちょっと分かりにくいんですけど、上がってるのはドリブルとグランダーパスと、ちょっと分かりにくいんですけど、フライパスですね。はい、上がってるのはその3つかな。で、下がったのがプレースキックとディフェンスセンスと瞬発ですね。はい、ということで、まあそんなにね、2回目と3回目の差があんまりないのであれですけど、まあ、1回目と3回目どちらが強いかというと、また誤差ですけど、まあ、ディフェンスセンスの高い1回目の方が強そうには感じますね。はい、ということで、順位をつけるとするならば、まあ、1番目が一番強い、先週が2番目、3番目が今週といったところですかね。ただまあ今週のグリマルドは当たった人が別には3番目だっていうことはなくて、まあどれも正直強いと思うので、育てれば使える選手にはなるかと思います。はい、ということで次サルビオに行きましょう。グリマルドちょっと長くなりましたが、サルビオ行きます。
まあ、ノーマルはこんな感じですね。はい、87ですね。で今回も、前回のクラブセレクションもレベル上限は44のままですね。一緒で総合値も一緒です。はい、何が違うんですかというと、今回は、まず上がった項目ですけど、グランダーパスとキック力と決定力が上がってますね。グランダーパス、決定力、キック力が上がってます。で下がったものがフライパス、それからオフェンスセンス、そしてスタミナですね。その違いですということで、まあレベル条件は一緒なので、どちらが強いかと言いますと、使うポジションによるかもしれないですね。もしウィングで使うとか前の方で使うとか、まあ、ST もできるので ST で使うってなると決定力高い方がいいので今回の方が強いですね。ただ中盤とか、まあ、サイドハーフとかもしくは OMF をポジショントレーナーでつけてそこで使いたいとなると、まあ、パスがある程度うまい方がいいのかなと思うのであ、すいません。そうですね、前回のもそういう意味ではありってなりますね。であとスタミナが高いのは方が中盤にはいいと思うので前回の方がいいかもしれないですね。まあどちらも魅力的な感じではありますが、どうですかね。中盤で使いたいなら前回で、前回あってますね、中盤で使いたいなら前回、フォワードのポジションで使いたいなら今回って感じでしょうか。決定力高めのウィングってなかなかねいなかったりするので、まあメッシとかもそこら辺も入れてしまうと言うんですけど、結構低い選手がウィングの人では多いので、まあ、なかなか貴重な存在ですよね、まあ、今週のっていう感じですけど、ここから2,3とか上がるので87か88になりますね。ということで、まあ、そこの使い分け、まあ、別に使い分けなくてもいいんですけどね、どちらでもまあ使えるのは使えます。はいすいません、なんか喉が、次バスドストです。ノーマルはこんな感じですね。はい、ということで今回3回目ですけど、クラブセレクション1回目ですがクラブセレクションで、2回目は、年末に来た、金で来た、プレイヤーオブザウィークですね。まあ単純に考えてあと2つは黒なので明らかに金で来た方が弱いっていうのはまあ分かりますよね、普通に考えて。はい、ということで、1回目と3回目の違いですけども、そうですね、まず今回下がったものからいくと、オフェンスセンスがまず下がってますね。でそれからこれ見にくいんですけど、ちょっと違いが分かりませんあ、それあ、分かりましたね。今回下がったのはオフェンスセンスで、上がったのがグランダーパスですね。はい、どちらがいいんでしょうか。分かりません総合値の高い88の1回目の方が強そう、でもレベル上限は今回の方が1高い、さらに、どっちが強いのか判断難しい結果となりましたが、どっちが強いんでしょうか。いやー、ど
でしょうね。フォワードなのでオフェンスセンスも求めたいとこですけど、ただパスの80も魅力的で、うん、ここは正直引き分けって感じなんですが、それでいいでしょうか。どちらもこうつけがたいって感じです。バスドストに関してはちょっとどちらも強い、どちらも同じ、うん、って感じですかね。はい、ということでバスドストはとりあえず引き分けということにします。はい、ということでここからちょっと、ささっといきますけど、まず何ですね、上限は一緒ですかね。あ、一緒じゃないですね。40、前回は42で今回43になりましたね。ただ総合値は前回よりも高いです。でウィングしかできないという、まあウィングと ST ですね。ただ決定力そんなに高くないので、どうですかね、サイドハーフとかの方がいいのかもしれない。でどちらが強いですかの話ですけど、まず今回下がったのがボールコントロール、ドリブルで、それからあれなんだ、ジャンプですね。はい、ということでそこが下がりました。はい、で逆に上がったものですけど、ヘディング、キック力、いや逆ですね、ちょっと間違えました。下がったものがボールコントロールとドリブルと、キック力、いや違うな、瞬発ですね、すいません、いろいろこんがらがっています。下がったのがボールコントロール、ドリブル、瞬発です。で上がったのがヘディングで、キック力で、ジャンプですね。はい、ということで強いのは明らか、前回のですね。はい、前回の方が強いです。ということであまり長々話しても仕方がないので、次アクーニャに行きます。アクーニャですが、まず上がったものからいきますか。上がったものはフライパスと、それからディフェンスセンス、ボールダッシュですね。はい、どちらかというとディフェンス系の能力が上がったって感じですかね。で逆に下がったものは、キック力、瞬発、そしてスタミナですね。はい、ということでどっちが強いですかっていう話ですけども、レベル上限は一緒なので、攻撃的な使い方をしたい方は前回の方がいいですね。ただどちらというと守備も期待したいというのであれば今回って感じでしょうか。まあただサイドハーフの選手なので、まあ、そこまで守備を求めないって方は前回の方が強いですね。まあどちらを取るかって感じですけど、まあその考え方次第でどちらが強いかっていうのが変わってきますね、この選手は。はい、ということで次いきます。ブルーノ・フェルナンです。変わったところは上の項目の方でだけですね。今回のは、まず上がったものはフライパスと決定力が上がりました、3ですね。で逆に下がったのがボールコントロールとグランダーパスですね。はい、ということでどちらが強いですか問題ですけど、フォワードで使うのであれば決定力が高い方がいいから今回の方が強いですけど、まあ
適正中盤にもありますし、プレイスタイルが2列目からの飛び出しなんで中盤で使う方がまだいい感じもしますね。と考えると前回のもありかなっていう感じですね。ポジションどちらで使うかによって使い方というかどちらがいいかっていうのは変わってきますね。中盤で使いたいならば1回目の方で、フォワードで使いたいなら今週の方ですね。ちょっと今週とか書いてないんですけど、上が前回ので下が今回です。ちょっと名前が長すぎてちょっと入らなかったんですけど、はい。ということで次モンテーロいきます。モンテーロは変わってる項目は1個だけです。1個というか2個ですね。どちらかが3上がってどちらかが3下がったというやつです。今回上がったのはドリブルで、下がったのがグラン、違う、決定力ですね。ドリブルと決定力の違いです。ただフォワードの選手なので決定力高い方が絶対いいと思うので、まあ、ドリブルもまあ捨てがたいですが、決定力高い前回の方がまあどちらかというと強いのかなと思います。ということでこっからポルトですけど、カシージャス、普通にフィールドプレイヤーの能力は変わってないです。変わってるのはキーパーの能力で、キャッチングとクリアリングが3上がって3下がってということですね。でちなみに1回目と2回目と1、2という数字で表示してますけど、この選手もちょっと名前長かったので入らなかっただけです。なのでどちらが強いですかっていう話ですけど、差はないと思います。キャッチングもクリアリングも正直もう見せれば失点につながるっていう多分項目だと思うので、まあ、言って全部そうなんですけど、キーパーの能力はどちらも正直大事なところですので、どっちが強いかって言われてもちょっと難しいですね、ここは本当に。なのでお好みもう育てたい人を育てた方がいいと思います。使うのもまあどちらを使うかもうお好みですね。もう完全に好みでいいと思います。ということでアレックス・テリスいきましょう。アレックス・テリスはですね、ここも2項目が3上がって3下がってパターンですけども、はい、今回下がったのが、スタミナですね。で上がったのがプレースキック、はい、それだけの違いです。でどっちが強いですかっていう問題ですけど、プレースキック3下がってますけどそんなに影響ないと思うんですけど、スタミナ3下がってサイドバックの選手はちょっとね本当厳しいと思うんで、強いのはまあ前回かなと思います。前回の方が絶対強いと思います。いやー、まあ、84でも正直高くないんですよね、サイドバックにするともう90近いぐらいの数値欲しいですもんね。あと闘争心この選手ないので、81の今回はちょっと結構厳しい、サイドバックで考えると厳しいかなと思いますね。ということで今回の方がまだ、あ違う、前回の方がまだマシって感じでしょうか。はい、ということで最後フィリピさんなんですけど、前回も10月4日のクラブセレクションも選ばれてて、今回も選ばれてるんですけど、比較したらどちらも全く同じ能力でした。なのでフィリピはもうお好みでお育てくださいって感じですね。まあ両方育ててレベマにして交互に使うというやり方もまあありですよね。もしくはもうあと少しでレベマになるから、もうここ当たったフィリピも食わしてレベマにするとか、まあそういう使い方を
まあ、どちらでもいいですけど使えると思います。ちなみにノーマルのレベマと比較したらこんな感じですね。まあ、そんなに大差はないですよね。まあ、ヘディングが4違いますけど、他は1とか2とかの差ですかね。いや違うな、ジャンプが4違いますね。でフィジカルも4違った。明らか今回の FP の方が強いですね。うん、この選手取ろうかなと今思っていますが、まだ引いてないんですよね今週。フィリペというかポルトのガチャはなので、正直、まあ、今回の FP の方が、まあ、ノーマルよりは強いということですね。はい、ということで比較していきました。結構比較したんですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10人か、10人比較しましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、今回の自分の説明はあんな感じなんですけど、まあ、あとは個人の自由ですから、好きな選手を育ててもらって大丈夫なんですけど、まあ、参考の程度に育てるのどちらがいいのかなというのを、まあ、意見としてね聞いていただければなと思います。ということで、まずもし前回のプレイヤーオブザウィークのホームの動画をまだ見てない方いらっしゃいましたら、概要欄にリンクを貼っておくので、もしよければ見てください。ということで今回の動画は以上になります。また来週も FP、まあ、もしクラブセレクションもあるのかわかんないですが、ありましたら同じように比較をやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。よければコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。